体を預ける。それは何度も見てんだよ。おお、俺は奴をそのまま抱え上げる。捕まえちまえばいいんだろうが。なんやと。てめえは道頓堀に落ちてろ。大阪人の得意技だろ。おっと。そして道頓堀へ投げ込もうとした。だが奴はすっぽんのような男だった。俺一人で落ちるか。てめえも来い。ゲ、奴は俺の髪を掴みやがったのだ。そして俺たちは阪神の優勝の前借りか。ガッ、うわっ、アネル共に川の中に落ちていったのだ。死体となって発見された。人が死んでるぞ。わあ、早く救急車を。